じゃあ離陸します。はい。もちろん。の字飛行だ。うん。ここはまっすぐに入ってくる。そうそう。開始が早い。もうちょっと90度見せてくれるな。なんか言ったぞ、後ろに。平尾さん聞こえないです。いや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 、スケール機で大フェイチ無理だから。実機のローファスってなんで傾けるんですかね。あれ見せるため見せるためだけですかね。実は地面が見えないから傾けないと近寄れないので頭はね、上がってるとさ上辺まで降りてきてるから自分が見えない見えないからっていうのもありますよね、うん、あれ絶対そうだよ。それと常に見てないと消えた時に下から撃たれたらまずいっすよ。それぐらいでいいですって。マーリー今かあのひっくり返すとエンジン止まっちゃうからダメなんですよ。グダグダな宙返りになってる。これ考えたら倒立で乗せられてるって感じですよ。いや、行きは普通に乗っかってますよ。ひっくり返すとね、なんかタブレーターが行き過ぎをするらしい。時期はね、ほほまだいるよったらね。まだ余らすよ、まだ見えるこのクラスにラダーがいるのかな。まあ実機はあんま使わんでしょうね、この戦闘機はやっぱり。実機はいいですよ、知れるよ。撃たれた時弾が逃げる。まともに当たっちゃ困るし。じゃあ着陸します。はい。
うん、この前の二の舞を踏む前。じゃあせっかくだから帰ってきます。うん、これね、タイヤでっかくていいんですよ。引っかからないんですよね。ほら、安定して戻ってくるじゃないですか。どうなの？ 80 ミリぐらいあるのかい？どうなんでしょうね。でもこのクラスのよくあるスケール機に比べると 1.5 倍ぐらいになります。大きいね。うんうんうん。俺のやつよりでっかい。あからさまにでかいですよね。あ、これ70もあるな。ありがとうございます。考えてくれたんだね。うん、多分ね、よく作ってくれたと思います。ありがとうございます。スピットファイアマーク9。ウィングスパン 1600mm やで。この前の、スピットファイアマーク24。ウィングスパン 1100mm。と大きさ比べてどうや。映像だと、正直大差ないと思わへんか。まあ、着陸は、でっかい方が明らかに楽やけどな。高評価を押すと、うちみたいに着陸できるようになるんやで。